皆さんこんにちは、リコです。今話題となっている一律給付の件について、本編は現時点で分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。それでは早速、前回のおさらいから見ていきましょう。先日こちらの動画にて配信しましたが、簡潔にこれまでの流れをお伝えしてまいります。国会にて令和4年度の本予算が成立しました。本予算とは年間予算として国が行う政策や経費に充てられ、年度当初に成立した予算のことを指します。成立した予算は過去最大の107兆6000億円となっています。予算の中に主に給付金などに充てられる新型コロナウイルス感染症対策予備費というものがあり、本来であれば決定した予算内から振り分けられます。2020年に行われた特別定額給付金は給付事業費、事務費に約13兆円かかっています。ところが、本年度の新型コロナウイルス感染症対策予備費として充てられている本予算は5兆円となっており、さらには全て給付金に充てられるわけではなく、集中豪雨や地震などの自然災害やコロナウイルスワクチン接種体制設備など、国の援助が必要となれば、こちらの予備費から充てられます。となると、10万円給付どころか5万円給付としてもとても厳しいのが現状です。それではなぜ2020年に10万円給付ができたのか。それは補正予算が組まれたことにより実現しました。補正予算は9月以降に臨時国会を開いて補正予算を組むのが一般的なんですが、2020年の10万円給付の場合は3月に本予算成立後、コロナで打撃を受けた経済を立て直すために4月に第1次補正予算が組まれたので、異例の早さとも言われていました。それでは今年度も補正予算を組む予定はないのでしょうか。公明党が自民党に対し、6月15日までの今国会会期中に令和4年度の補正予算案を編成、成立させるように圧力を強めています。それに対し、岸田首相や自民幹部は否定的なんですが、主に公明党の山口代表は補正予算を編成させるように強く求めています。自民党の一部や国民民主党でも賛同する声が出始めています。国民民主党の玉木代表は5日の会見で、十分な額とスピード感のある対策が必要と公明党に賛同し、また自民党の菅前首相も3日のフジテレビの番組で時期は明示しなかったものの、補正予算を今国会で成立すべきと発言していました。政府が4月中の取りまとめを目指す原油や物価高騰への緊急対策をめぐり、自民党が提言案をまとめました。トリガー条項の発動には言及していません。一方、生活困窮者への支援の対象は、真に困った人に限定していますとあります。このことについて、緊急対策の提言案が示され了承されたとのことでした。まず1つ目のトリガー条項について、トリガー条項とは簡潔にお伝えすると、ガソリン税を引き下げる仕組みのことを指します。国民に大きな影響があるガソリン価格が一定の基準以上に値上がりした場合には、自動的にそれにかかるガソリン税を引き下げて価格の安定化を図る仕組みがトリガー条項です。そのトリガー条項については言及せず、ガソリンなどへの補助金を継続することを提言しているということです。ここでいう補助金というものは、現在1リットルあたり25円となっている補助金の上限を超える価格高騰に対しては、一定の支援を行うことなどを検討すべきとしていますとあり、補助金の上限を引き上げることなどが想定されますということでした。減税はせずに補助金の上限を引き上げる方向で進んでいるということになります。2つ目の生活困窮者への支援金について、すでに住民税非課税世帯への10万円給付などが行われているため、給付の対象をコロナ禍で物価高騰などに直面し真に生活に困っている人に限定していますとの記載がありました。なお、真に生活に困っている人という対象者についてや具体的な金額は盛り込まれていません。今回のことからして憶測ではありますが、金額についてはここまで10万円というワードがメディア等に出ているので、10万円になるのではないかなと思いますが、気になるのは対象者についてだと思います。先週、自民党の世耕参院幹事長が子育て世帯を含む生活困窮世帯に対し1人10万円の給付を行うべきだと述べていました。そしてさらに対象者についてできるだけ大きく出していくべきと述べていましたが、今回分かっていることは真に生活に困っている人としか公表されていません。この真にという部分がどのぐらいの幅であるのか、そこにかかっていると思います。今後の動向に注視していきましょう。
自民党と公明党は14日、物価高騰対策に向けた提言を岸田首相にそれぞれ手渡したとのことです。これを受けて政府は4月中に具体的な緊急対策をまとめる予定となっており、自民党が求めた物価高による生活困窮者に対する支援金の額や対象者、公明党が掲げた補正予算案の編成をどうするのかが焦点です。なお、自民党の提言について岸田首相は、しっかりと受け止め、具体的な政府案として来週早々にも返事をすると答えており、公明党の提言についてはしっかり受け止めさせていただく、与党とも調整し再来週に対策を発表したいと答えていました。その際、補正予算への言及はなかったということでした。そして岸田首相の新たな動きとして、ロシアのウクライナ侵攻などによる物価高騰への緊急対策をめぐり、岸田首相は16日中小企業などの支援策として事業再構築補助金に特別枠を設ける方針を表明したとあります。16日岸田首相は新潟県内で金物の産地の視察等を行った際に記者団に明らかにした内容とのことで、政府が4月中に取りまとめる予定の緊急対策に盛り込む方針とのことでした。コロナ禍での新規事業参入は当面の売上や回復が期待しづらくなることが懸念されるので、事業に挑戦する企業を後押しする対策を特別枠を作って支援するという内容でした。参院選に向けて地方行脚を本格させ、岸田首相のセールスポイントでもある聞く力のアピールをする狙いだったとは思いますが、聞く力ももちろん大事なんですが、それを実行しなければ何も始まりません。まずは真に困っている人へのいち早い行動力が必要だと思います。ここまで一律給付はあるのかについて現時点で分かっている情報をお伝えしてまいりました。岸田首相のセールスポイントの聞く力をアピールするのはいいんですが、行動力も比例してもらわないとと常々思ってしまいます。物価高騰や原油高など私たち国民全員が直面しています。私も日頃の買い物でも以前と比べると、あれ、こんなに高かったっけと手に取る前に思ってしまうこともあります。物価は上昇しても下がることはありません。給付金も大事な政策ですし、消費税の減税などそういった対策も必要なのではないでしょうか。政府が言っている真に困った人への対策をいち早く進めてほしい限りです。皆さん、いつもコメントや高評価本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。